あるでしょ、人生。ちょっとこのシーン思い出してもらおう。なぜここで土屋がラークを吸ったのか、勘のいい読者なら分かったと思うが、実はこの時点で土屋は97年の GT 選手権をラークマクラーレンで戦う話が進んでいた。それを言葉にはできないメッセージとして表したわけだが、結局国内のレギュレーションで戦うには不利との判断で見送りとなってしまった。ところが日本で唯一マクラーレンを走らせるチームラークの豪華にならば世界に出ていこうと伝統のルマンに挑戦することを決意。4月の下旬、土屋がテストに向かうその日、正式発表となった。日本から16時間、土屋は疲れも見せずに直接サーキットに入った。初めてのマシンに胸が膨らむ。ピットに移り、早速シート作りが始まった。24時間の長丁場を走るには体にフィットしたシート作りが大切なのだ。横ではチームメイトの中谷選手が順番を待つ。シートはさ、走ってみないと分かんないんですよ。いずれにしても。That's for the same. Yeah, good. That's what would be good. マクラーレン97モデルの特徴は、まず弱点と言われたトレッドを広げ、コーナリング時の踏ん張りを確保。ボディを見れば効率よくダウンフォースを得るためにノーズは低く長く、リアはロングテールとし、その後ろには大きなスポイラーがついた。さらにエンジン、ミッションにも改良が加えられている。シフトアップの時は前回のままシフトアップはできないのかな。チェンジギア、リフト、チェンジギア、オーエス。初めての車に乗る時ってどんな気持ちですか？人間の付き合いと一緒かな、うん、どういう性格してんだろうっていう。人間と一緒だよ、車は。かっこよく言っちゃうとこう、どういう対話ができるかなっていう、その壁が何枚あるのかなっていう、そういう対話じゃないかな。車も一緒で少しずつこう回転を、例えば6000回転、7000回転、8000回転って上げた時にどう相手が変わっていくかっていうね、車が。それをまず見るかな、その6000ぐらいからとか。あとはタイヤが温まった状態でバーンっていうフルブレーキングをして、その車のバランスがどう動くのか。あとはもう自分の好みのブレーキバランスを持っていってね、行った時に今度はじゃあ200キロからのフルブレーキングで250キロからのフルブレーキングで全然違うから、そういう癖を見ていくし、300キロになるとまた同じ動力で踏んでも全然違う動きも出てくるしっていうさ、うん、ボールに変わるその様子見だけ、相手がどういう性格してるのかって。大丈夫？シート。ああ、もう、まあまあ、そういう問題じゃない。全然もうただこうぐる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 シフトになれないと。いやもうね、すぐ7000まで行っちゃうから、ずっとタコメーター見てないと。シフトになれない土屋、 NSX と逆のシフトパターンのため少々戸惑っている様子だ。とにかく300キロまでが速いなっていう、その怖さっていうか驚きっていうかさ、何年も忘れてたものだから。グループ A のスカイラインの GTR 以来かな。でも300キロまでに時間はかかったな、スカイライン。そういうのからいくとやっぱりナスカーとかマクラーレンっていうのはすぐ300キロに到達するっていう。だからメーター見てらんないんだよね。そういう怖さじゃないんだけど驚きだろうね、300キロにすぐなっちゃうっていう。
翌朝の土屋、過去にシートの不具合から腰を痛めた経験を持つだけに気をつかむ。今日のリミットは7500。シフトにも慣れ、そのペースは徐々に上がっていく。今回このポール・リカールにはチームラークのマクラーレンだけではなく、ル・マン出場を控えた他のチームも集結。山積みされたテストメニューの消化に余念がない。最後のセッションで本番用のタイヤを装着。NSX のウィンドウから常にマクラーレンっていう車を意識しながら見てたから、自分が思ってた通りの車であって、なおかつパワーがあるっていう。 NFX は270ぐらいしか出なかったけれども、マクラーレン320キロ出るっていう、そういう部分でやっぱり高速コーナーがすごい安定してる車だなっていうのは感じるよね。そのバックストレートのフルブレーキがル・マンに似てる、まあ、直線が1キロかな、1キロからフルブレーキに入って試験に入るっていう、これはル・マンの想定してるだろうね、きっと。そこからその先のコーナーがまたどうだろう、130Rみたいなやつかなメカニカルグリップっていうのはタイヤの性能だけじゃなくて、サスペンションもボディも含めて全部がこうタイヤの性能以上のグリップをこう発生してるっていうか、で、あのマクラーレンの場合はフロントがリジットみたいで動かないんだよね。フロントサスペンションがバシッとなってて3ミリぐらいしか動いてない。だから荷重移動だとかそういうものがすごいかけにくい車だから、やっぱりこう低速の二速コーナーなんかは、ま、入っていかないっていう、頭が入っていかないんで全然。これはやっぱり荷重移動を起こさせないから、マクラーレン側に言わせるとそれ以上のロールを起こさせると下の空気の流れが変わっちゃうっていうね、空力としてダメリットが生じる、中速高速コーナーでだから動かさない、っていうことは言ってたね。ただまあどっちを取るかだね、低速コーナーを良くするか中高速コーナーを良くするかっていう、どちらかを取るとしたらマクラーレンは高速コーナーを取ったっていうセッティング。まあなんとかその予備予選は通過できて、まあこれはもう我々チームラークマクラーレンにとってはすごく喜ばしいことですから、ドベでもね通るってことは大事なことですよ。あと5、6週あったら俺の中では間違いなく冷や汗もんの47秒台に入ってるなっていうのは読めるから、本番の予選で万が一俺が行かせてもらえるんであれば、他のマクラーレンの中に割って入るようなタイムを出さなきゃいけないなと自分ではそう思ってますね。それがやっぱり選ばれた理由であり、日本人を今までそういう目で見てきた人たちに対して世界で見返してやりたいな。あとはもう中谷と2人で車をいたわりながら決勝早く走ること。